はい、どうも百鬼にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。ハンギングラック、もうこれね、今話題沸騰中のハンギングラック。価格税込み770円のダイソーさんから出てる商品で、今もうかなりね話題の商品になってたと思うんですけど、やっと入荷してるとこ見つけたんで買ってきました。このねハンギングラック、まあ、もう使い方はこういう形ですよね、まあ、ただこれがね770円で買えるっていうのがなかなかねコスパがいいっていうことで、今かなり話題になってる商品ですね。新製品として皆さん注目されてからねだいぶ経つんですけど、もう今回初めて見つけたんで買ってみました。オンラインストアではなんか買えるようになってたみたいなんで、まあ、だいぶまた普及がね在庫の方が増えてきたのかなと思うんですけど、こちらねセット内容が、まあ、ハンギングラック、ね、このポールセット1とあと収納用のポーチが付いてるということで、耐荷重5キロということで、まあ、こんな風にねいろんなシェラカップだったりいろんなグッズをぶら下げて使うことができるということですね。じゃあ早速開けていきましょう。シャッキリ、じゃあこれを組み立てていきたいと思います。まず開けていきます。ポーチから出すとポールがこういう感じで入ってますね。もうこれね全部つながってこんな感じでね全部つながってます。なのであとはもうこれ差し込んでいくだけですね、組み立てるのは。なので、もうサクッと組み立てたいと思います。はい、完成です。もう組み立てもねすごく簡単、差し込むだけなんで、まあ迷うこともないかなと。でこれまああとはもう置いたらね使えますし、でまあここにもうあとはねかけて、シェラカップだったりねいろんなもの引っ掛けて置いておいたり、100均とかでも普通に売ってるフックとかをここに引っ掛けていろんな道具引っ掛けて使うっていうこともできますね。まあここにねパッケージにもありますけど、こういうベルト付きのこの部分もねあのダイソーさん行ったり、まあ、他の100円ショップさん行っても結構売ってますから、これも結構使ってシェラカップだったり、まあ、こういう風にね自作のまあトイレットペーパーのこういうやつ作ったりとか、まあ、そんなのも使えるし、まあ、キャンプ行った時には便利そうなグッズですけど、これが770円で買えるっていうのがまあいいですよね。焚き火台のね横とかに置いておくと、トングとかね火バサミとかいろいろ焚き火するときとかバーベキューするときとかにも、まあ、道具の場所に困らないんで便利かなと思います。ジャンコードこちらになります。サイズ的なものもね、まあ、こちらにありますけど、高さが縦がねだいたい69センチ、はい、で57センチの84センチという、まあ、サイズ感になる。でポーチに収まったらこちら 13.5 センチ×47 センチのポーチになります。ちゃんと収納ポーチもねついてますし、終わった後はまた片付けもねこう、もう簡単に束ねれますから。でね、まあ、付属のこのベルトがあったんで、これをこうやって束ねておけば、簡単にね束ねておけますから、これもいい便利なところですよね。あとはもう収納ポーチにこうやって入れてしまえば収納も楽ですから、これはね本当まあずっと品切れというか売ってなかったのが分かるぐらい、まあ、人気になるだろうなというグッズですね。これはね見かけたら本当キャンプする方なら、まあ、とりあえずゲットしとくといいんじゃないかなという、まあ、コスパのいい商品だと思います。こちらダイソーさんキャンプグッズのコーナーにありましたので、まあ、気になる方はねぜひ探して一つゲットしておかれたらいいんじゃないかなと思いました。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。